皆様、こんにちは。京和電業代表取締役社長の田中でございます。本日は、お忙しい中、ご視聴いただき、誠にありがとうございます。本日は、当社のご紹介、事業、技術、経営状況、そしてサステナビリティに向けた取り組みについて、 ご説明させていただきます。はじめに、当社のご紹介をさせていただきます。当社は1950年に、運輸省運輸技術研究所から、ひずみゲージの試作依頼を受け、翌年に商品化に成功しました。当時、日本では馴染みの薄かったひずみゲージの研究開発に取り組み、 我が国における歪みゲージの普及と計測技術の発展に貢献してまいりました。このように当社の歴史は日本初の歪みゲージ誕生からスタートいたしました。続いて当社の計測機器がどのように用いられているのかをご説明いたします。当社は歪みゲージをはじめ 様々な現象を高精度に測ることができる計測機器やシステム製品を自社で開発・生産しお客様に提供しています。これら製品はお客様が実施する様々な試験や計測において荷重、圧力、加速度といった物理量や歪みという現象を計測することで様々な分野における 研究や製品開発、安全性把握などに役立っています。次に当社の歩みについてご説明いたします。1951年に泉ゲージを販売して以来、世界初の高速鉄道である東海道新幹線の試験列車における各種計測に貢献するなど、お客様と共に 社会の発展を支え続けています創立以来時代の最先端技術への挑戦を計測技術で支援すべくその時々に必要な製品や価値を届けてまいりました当社はグループ経営ビジョンとして計測を通じお客様と共に社会と人の安全を実現し 安心な未来を作ることを掲げています。各種、計測機器の販売や、計測コンサルティングを通じて、社会や地域の安全に寄与し続けることを目指しており、お客様と共に、安心な未来づくりに向けて貢献していきたいと考えています。続いて、当社の概要をご説明いたします。 当社は東京都調布市にあり、設立は1949年、今年で創立74年を迎えました。スタンダード市場に上場しており、連結子会社として国内6社、海外3社がございます。当社グループの概要につきましてはご覧の通りです。当社グループでは、当社で 設計、開発した製品をグループ会社で生産するほか、計測、コンサルティング、点検、修理、構成などの業務を各社で分担しています。続いて、当社の事業と技術についてご説明いたします。はじめに、当社製品を用いた計測により、 何ができるのかについてご説明いたします。まず、計測を行うことで、定性的な現象を数値で表せる定量的な情報に変換することができます。スライドの例ですと、車が物体に衝突することで、車体が変形します。計測をしない場合には、ただその現象を 観察するだけになりますが、計測をすることで、さまざまな箇所にどのくらいの力がかかり、どのくらいの大きさの加速度が発生したかという現象を数値として把握することができるようになります。また、計測した結果、それまでは想定外であったことを想定内にすることにもなります。例えば、 想定外の大きな力が加わったことで、椅子が壊れてしまった場合、事前に歪みを計測して強度を把握しておくことで、どのくらいの力まで安全に耐えられるかといった安全性を考慮することが可能となります。次に、当社の製品、サービス領域について、 ご説明いたします。当社は日本における歪みゲージのパイオニアとして歪みゲージをセンシング素子に用いた各種センサーのほかさまざまな用途に向けた計測機器ソフトウェアなどを開発し生産販売を行っていますまたこれら多種多様な製品を組み合わせた 計測システムをトータルソリューションとしてお客様に提案し提供しています。その他、現地における計測機器の設置や計測業務、そして計測結果の解析に関する業務までお客様のニーズに応えるべく幅広い製品をご提供しています。さらに、 信頼性の高い計測や計測機器をお客様に提供するため、製品の点検修理、国際基準に即した認定構成をはじめとした構成業務、各種セミナーなどの事業にも力を入れています。歪みゲージを用いた応力歪み計測はさまざまな 対象物の表度面における安全性を把握できることから製品や構造物の信頼性確保に役立っています対象物としては携帯電話の中の基板や半導体部品などといった小さなものから家電製品自動車航空機ロケットさらには橋梁や 風力発電タワーなどの巨大構造物まで先に渡りいずれも私たちの生活に欠かせないものばかりです続いて当社のコア技術である歪みゲージについてご説明いたします歪みゲージはさまざまな機能を持った一種の抵抗素子でその大きさは 1, 1ミリ以下のものののももから数センチのものまで、な種類がありひずみゲージを測定対象物に直接貼り付けることで外からの力が対象物に加わった時に生じる目に見えないほどのわずかな変形すなわちひずみを電気信号として測定します。 当社のひ歪みゲージには一般的な環境下で使用するものから950度までの高温下や水素環境下で使用できるものまでさまざまな種類があります。また歪みゲージはセンサのセンシングエレメントとしても使われており当社では荷重、圧力、加速度をはじめとした各種センサの 開発、製造、販売も行っております。さらに、歪みゲージや各種センサーから出力される微弱な信号を増幅するための測定器類等も自社で開発、生産しています。計測対象物や計測環境に応じて、歪み測定器、データロガ、ー、シグナル コンディショナー無線計測機器等をはじめ計測解析ソフトウェアを幅広くラインナップしていますこのように小さな工業製品から大型の社会インフラ構造物に至るまでさまざまな計測対象に応じた各種センサや計測機器計測システムを 提供することで、社会と暮らしの安全を支え、安心できる未来づくりに貢献しています。次に、当社の事業分野についてご説明いたします。自動車試験分野では、新車開発や先行開発において幅広く使用されるほか、生産ラインにおける品質評価計測などにも 用いられています。運輸交通インフラ分野では、鉄道、道路、航空、宇宙等の分野において、当社の各種製品が使用されています。工業計測分野では、工場の生産ラインにおける、荷重や圧入などの力計測や、材料の強度試験計測など、 幅広い分野で、投社製品が使用されています。環境、防災、エネルギー分野では、ダムをはじめとしたインフラ構造物の安全監視や、自然災害に備えた地盤の傾向監視などに、投社製品や計測技術が活用されています。各事業分野について、 詳しくご説明いたします。はじめに自動車試験分野ですが、当社の計測技術によって、自動車の性能や安全性の向上を支援しています。操縦安定性、操作性の評価試験においては、実車走行時におけるタイヤにかかる力や、車体の挙動を計測したり、 ハンドルなどを操作する際にかかる力や角度などの検出に採用されています。動力を伝えるパワートレインやドライブトレインの評価試験においては、機構の様々な箇所に発生するトルクや圧力などを計測し、効率的な動力伝達の評価にも 使用されています自動車の衝突試験においてはわずか0.2秒の間に発生する車体の変形や乗員への影響を瞬時にかつ正確に把握する計測システムを開発・生産していますこのシステムを開発して以来製品の 軽量化・小型化を実現し、自動車業界における安全技術の進歩に対応した製品開発を続けており、国内における主要完成車メーカーすべてに採用されています。続いて、運輸交通インフラ分野についてご説明いたします。 この分野では車両重量計測システムや各種計測システムなど当社技術が幅広く使われています。皆様の馴染み深いところでは高速道路の料金所に当社システムが設置されておりゲートを通過する車両の重量を計測しています。 このシステムにより、化石災による道路の損傷を少なくし、道路の位置管理に貢献しています。また、ETC の利用拡大による料金所での渋滞緩和にも役立っています。続いてご紹介するのが、JR 渋谷駅線路切り替え工事における サンプリングモアレカメラの活用についてです。今年1月9日、山手線の渋谷駅にて、線路切り替え工事が行われた際に、切り替え工事後の最終チェックとして、線路に試験車両を走らせた際の、可動橋のたわみ量計測に当社の サンプリングもあれカメラが使われ、計測業務を担当しました。本製品は測定対象物の微小で動的な三次元変異を一体のカメラで多点同時に測定する計測システムです。本製品を用いることで遠隔、接触で、強量など 大型インフラ構造物の動的変異モニタリングが可能となります。今後もインフラ維持管理の高度化や効率化等、社会課題の解決に寄与する新たな計測ソリューションの創出を図ってまいります。次に工業計測分野についてご説明いたします。工業計測分野では、 日本経済を支えるものづくり産業において産業機械建設機械鉄鋼関連など幅広い分野での試験や生産ラインで当社の計測技術が活用されています生産ラインのモニタリング例として鉄鋼ラインにおける広範圧縁計測システムがあります 圧縁荷重を計測することでラインの制御に利用されています。他にも大型クレーン用の計測システムとしてクレーンにかかる荷重を計測することで過負荷を監視し転倒を防止するシステム等も開発・販売しています。続いてご紹介するのが 国内初の実在免震試験施設である E-Isolation についてです E-Isolation は大地震地を想定した免震ゴムなど大型構造物の免震・先進構造の試験を実施する施設です内閣府戦略的イノベーション創造プログラムの研究として 免震構造、精神構造の確かな利用と発展のために、日本に初めて建設された公的な実在免震試験機です。当社製品も多数ご採用いただいており、瞬時に精度の高い計測結果の取得に貢献しています。今回のような公的な 大規模プロジェクトにおいても、当社の計測技術が活用され、社会の安全を実現する一助となっています。最後に、環境防災・エネルギー分野についてご説明いたします。当社は、社会を形作るインフラ構造物の安全性確認のために、様々な重要構造物への計測を行っています。 ダムトンネル橋梁など大型インフラ構造物の多くは高度成長期に建設されたため劣化に伴う安全性が懸念されています当社の計測技術によって効率的で低コストな健全性モニタリングを行い重要構造物の健全性を把握することで災害を防ぐことができます。 未然に防止するだけでなく最適な維持管理計画によって超寿命化につながります。最後のご紹介は再生可能エネルギー発電を含めたエネルギー施設の維持管理への貢献です。水力発電はクリーンエネルギーとして評価されておりダムの継続的な計測と 計測設備の更新が必要となります。そのため、ダム停滞観測装置の需要は今後も堅調に推移していくことが含まれています。また、近年、洋上風力発電に注目が集まっていますが、当社は風車タワーや基礎部の状態監視など、実証実験段階から 健全性に関わる計測を実施しています。このように当たり前の日常を守るため、当社は計測技術でエネルギー施設の効率的な維持管理に貢献し、社会基盤を支えています。続きまして、当社の研究開発体制についてご説明いたします。当社では様々な 製品の開発設計に取り組んでいます。お客様の多様なニーズに応えるべく、近年は外部の研究機関と連携した共同研究や、当社の保有する既存技術にとらわれない新しい製品サービスの探索、将来の製品開発につながる新技術の探求を 担当する部署を設置するなど、安心な未来づくりに向けた体制を整備しています。事例として、交付共和電業内にコンパクトな半導体製造装置であるミニマルファブを導入し、MEMS センサーの研究開発を進めており、泉ゲージ式とは異なる特徴のあるセンサーを自社技術に取り組むことで、 将来のの事業に活用すするための研究を行っていますここで当社の計測技術が活用されているお客様の事例をご紹介いたします。民間のロケット開発会社であるインターステラテクノロジーズ様です。地上設備の設計・製造や整備を担当する方に インタビューを実施し、当社との関わり方や、インターステラ様の見据える未来について伺っていますので、詳しい内容は当社ホームページをご覧ください。続いて当社の経営状況についてご説明いたします。はじめに当社の業績の推移と今後の計画値についてご説明いたします。 当社はコロナ禍に伴う電子部品の供給遅延等もあり、業績が低迷しましたが、回復基調にあります。長期目標として2027年に売上高190億円、営業利益は利益率10%である19億円の達成を目指しています。続いて、 株主還元についてご説明いたします。はじめに当社の配当方針ですが、株主の皆様への安定的かつ業績を反映した適正な利益還元を基本としています。安定的な利益還元という面では、当社はリーマンショックやコロナ禍などさまざまな 経済環境の変化や逆風の中でも、1969年の株式上場以来、営業を黒字を継続するとともに、この安定した業績により、安定した配当を実施しています。また、昨年より取り組んでいる中期経営計画では、2024年までの 3年間について配当成功50%以上することを宣言しております。今期の配当につきましても、現時点では当初予定の一株につき13円としていますが、通期の業績等を踏まえ、引き続き修正の要否を検討してまいります。今後も中間配当の導入や、 その他、株主還元策の検討を進めてまいりますので、当社株式の長期保有、新たな購入についてご検討いただけると幸いです。続いて、サステナビリティに向けた取り組みについてご説明いたします。当社グループは CO2 排出量削減に向けた 計画を策定し、再生可能エネルギーへの転換や省エネ対応生産設備の導入等、排出量削減に向けた各種施策の検討を進めており、2024年に46%の CO2 排出量削減目標の達成を目指しています。CO2 排出量削減を 早期にに達成すすることで持続可能な社会の実現に貢献してままいります当社では、環境に配慮した経営の実現に向けた施策の一つとして、主力生産子会社である、山形共和電業の敷地内に太陽光発電設備の導入を計画しており、2024年夏に、 稼働でできる見通しです経営ビジョンの実現と社員の幸福感を向上させる取り組みとしては、働きがい向上に向けた部門横断型プロジェクト活動を立ち上げ、多様化した働き方への対応、社員の成長とリーダー育成について施策の検討を続けており、一部施策については、 2024年からの運用を予定しています。最後に、今回の会社説明についてまとめさせていただきます。はじめに、当社の強みについてです。当社は、歪みゲージをコア技術とした計測機器の総合メーカーで、当社の計測技術は、高温範囲の産業分野で 使用され続けてておおりお客様からの信頼を得ていますまた、共和電業にしかできないと、お客様からの期待を寄せられる、ニッチな計測ニーズへの対応力が、当社の強みとなっています。次に、当社の事業についてですが、社会基盤を支える幅広い産業のさまざまな お客様ニーズに応える事業を行っています。安心な社会の未来をつくるため、お客様の研究開発や安全性の追求に貢献してまいります。次に、業績についてですが、株式の上場以来、営業黒字を続ける安定した経営を実現しています。 今後も成長に向けた積極的な事業投資や生産工程の全体最適化、効率化を実行に移していくことで収益力の向上を図ってまいります。最後に株主還元についてですが安定した業績に基づく安定配当を実現しております。また近年は 自己株式取得や消却などの株主還元施策を実施し株主価値向上に努めています。以上で私からの説明を終わります。これからも企業価値向上に向け引き続き取り組んでまいりますので何卒ご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。本日は ご視聴ありがとうございました。